サンフラワー霧島は、フェリーサンフラワーが運行していたフェリー。サンフラワー大阪の大船として、三菱重工業下関造船所で建造され、ブルーハイウェイラインの大阪渋士航路に1993年8月26日に就航した。1997年から1999年までは、東京大洗苫小牧航路で使用された。年の分社化により、 ブルーハイウェイライン西日本の所有となる。関西汽船とダイヤモンドフェリーのフェリーサンフラワーへの統合により、2009年11月1日からフェリーサンフラワーによる運航となった。その際、ファンネルマークがダイヤモンドフェリーの頭文字の D のマークからオレンジ一色に変更された。二千十七年一月十一日より大阪港の発着地をカモメフェリーターミナルから コスモフェリーターミナル2点。後継船である2代目サンフラワー霧島の就航後は、船名をサンフラワー霧島一に変更し一時運行休止の後2018年10月2日から31日まで3代目、サンフラワー薩摩、11月26日から12月16日まで2代目、サンフラワー霧島の、機関トラブルに伴う大船として、再度臨時運行された。 節眼中の本線線内インテリアは地中海の風を同系日積のテーマとし、本線は南フランスのイメージで統一されている。個室はすべて海側で窓があり、トイレは温水洗浄便座付けとなっている。ありがとうございます。